おはようございます。雨あられの濃い集中だというあの中国新聞の今朝 の見出しなんですが、我が家にもふさわしくないものがあるんですね。あの家内が前カープの応援グッズ買おうと言ってバットをこう2つ買ってきてですね、勝っとる時にはいいんですよね。もうカープが負け出したらもう二度とカープ見んのじゃけんってこうスイッチを切るんですが、すると私がですねそろっとまたスイッチを入れるんですね。カープのスイッチ、おお勝っとるじゃないかって今日は広志牧師がね時短談踏んでおられると思うんですが、中国新聞の内容が読めんもん、昨日から言っとられるということですからね、もう5回終わって4対0で雨も降り出したし、これはもうカープは今日はダメだなとこう思ってたら、どっこい今度はですねガンガン打ち出してですね、そして今度はですね応援の仕方が変わったんですね。雨雨降れ降れもっと降れ言って、そしたら今度はコールドで勝てるですよね、中止になったらね。やけ雨雨降れ降れもっと降れ言ってから応援したんですが、あの中国花壇でですね杖を置いてグッズで固め、カープ女子が杖を置いていたらおそらく80代前後の方でしょうかね。しかし球場に行ったらカープグッズで一緒に応援しておられるという、ああいいなあと、あのこのように感心しました。年に関係なくですね一つのことに参加できるいうことはですね素晴らしいことだとこのように思いますが、今日はですねモーセの証明というタイトルでここに書かせていただいてるんですが、皆さんご存知と思うんですが、聖書の中で最初に歯を入れた人ですね、歯を入れた人物はこれ有名ですからご存知と思うんですが、アブラムが歯を入れてアブラハムとなったんですね。そして逆にまた奥さんの方は一つ取り除かれて歯を抜かれたようですが、サライがサラになったという聖書はこう言っておりますが、この有名な二人の人物でですね、ある人からアブラハムとモーセはどちらが偉大ですかと言ってこう質問されたんですね。困ったな、牧師いう立場上チーター説明もせにゃいけんしなと思いながら困ったなと思ったんですが、皆さんはどちらが偉大だと思われるですかね、モーセとアブラハム。最初に今日はねアブラハムを少しだけ見て、あとはモーセの方に移りたいと思いますが、アブラハムの物語はこうユーフラテス川沿いのウルの町に始まって、次に数百キロ北西のハランへとこう移動していくわけなんですが、ちょっとこれが一部ですね、絵を出しておりますが、だいぶ大変だったと思うですね。家族を連れて、そして家畜を連れて、そして強盗とかですね、食べ物の何にもこういろいろ飢饉にもあったと思うんですが、神様の声を聞いて立ち上がります。その箇所をですね創世記の12章1節から4節と7節をちょっとお読みします。ここにも書いておりますが、聖書を読みします。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。7節、主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いたとあります。75歳になって神様の声に従って出ていくということは、
大変だったとこう思うんですがね。そしてアブラムは行くところどころに祭壇を築いて神様を礼拝したとあるんですね。もちろん何年か定住するときには大きい、まあ、この教会じゃないですが大きいあの礼拝の場所を設け、そしてすぐ 2,3 地で移動するようなときには石を 2,3 個か、それとも石なしであの家族だけで立って礼拝したかも分かりませんが、そこがアブラハムの礼拝の祭壇の場所になったとこう聖書は言っていますが、祭壇を築き神を礼拝して旅していったという偉大な信仰者ですが、逆にですね、絶え間ない飢饉も強盗にも出会い盗賊にも会い、いろいろなことがあったと思うんですが、大きなね罪も犯してるんですね。アブラハムは表面的にうわ素晴らしい信仰の父のようですが、飢饉の時にはエジプトに下って妻サラをですねエジプト王に提供してるんですね。今あの軍師官兵衛ですか、あのこうやってますが、その当時は自分の命を守るためにですね、自分の親族とか子供妻を提供してでも自分の命を守ったという、そういうあの習慣があったわけなんですが、大事な自分の妻をですねファラオの王に提供し、そしてそれだけではなしですね、サラが不妊のために今度は子供を設けたいということですね、サラの女奴隷のハガルによって息子イシュマエルをこう設けるわけなんですが、するとすぐアブラムはですねハガルとイシュマエルを追放してしまうんですね。追放して、聖書にはハガルが泣いたと書かれていますが、このような偉大なアブラハムですが、やはりあのモリアの地で、あの創世記22章でモリアの地で自分の息子イサクを捧げたという、これは広志牧師が何回もマタイの3章いやマルあのヨハネの3章に関係した言葉で説明してくださっていますが、本当にこうモリアの地で我が子を捧げるという、そういうテストを受けましたが、アブラムは神のしもべ、神の友と呼ばれて、聖書におけるアブラハムの重要性はですね、私たちが口で言っても言い尽くせないと思うんですが、これはロマ書の言葉です。アブラハムは神を信じた、アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた。神を信じた、神様を信じた時にですね、私たちの過去の失敗は帳消しにされるんですね。神様は私たちを新しくあの再創造してくださいます。そしてこの言葉ではまだ続きがあるんですね。ロマ書 の4章の24節にはこの言葉は私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば私たちも義と認められます。これロマ書の 4-23 にこう書いてあります。駆け足でこうアブラムを見てきましたが、次に今度はモーセの方に、本命の方にですね移っていきたいとこう思いますが、律法を授かり、神様からシナイ山で律法を授かり、預言者としてもで、イスラエルの建国者としてもですね、モーセの働き存在というのは旧約聖書の中心人物として書かれていますが、しかし皆さん、モーセはすんなりと神様の声にね従わなかったんですね。子供が親にダダをこねるように繰り返し繰り返し神様にダダをこねたんです。何かねそのモーセの人間的な弱さにですね、私はね惹かれるんですね。こう表面的にうわ素晴らしい素晴らしいと信仰生活、教会 の信仰生活でも、うわあの人は素晴らしい、あの人 のあれはお祈りは素晴らしいと、人から素晴らしい素晴らしいとして見てもらうのは本当はものすごい、ね、負担になると思うんですね。信仰生活が長く続きません。それよりも自分のですね弱さをさらけ出して神様に打ち明けてこう信仰生活を続けていくという方が私たちはね解放されると思います。
それでモーセのこう神様にダダをこねる人間的なあの弱さに惹かれるわけなんですが、エジプトからカナンの約束の境まで導いて、そしてこう持ち上げられたような状態になっていますが、両親に信仰深い両親にエジプトにおる時に育てられ、お母さんはモーセをですね育てる時に、自分のミルクをやる時に祈りとともにそのミルクを与えたということをこう言われたりしておりますが、モーセはエジプトの王女によってナイル川から拾い上げられてですね、そして将来は栄養栄華のうちに一生安泰で過ごせる状況環境にあったんですがね、しかし彼が40歳になった時にですね、自分の民族が不当な扱いを受けていることを知って行動して、相手のエジプト人を撃ち殺して、そして砂に埋めてしまうというようなあの大きな罪を犯すんですが、そのことがバレてからですね、モーセはですね今度は逃亡生活をこう始めます。これはミディアンの地までね、あの逃げてきたところの、あの内容ですが、ちょっとその間の、 あのイスラエル人の、 あの状況が短く書かれています。出エジプト 2-23 からちょっとお読みします。それから長い年月が経ち、エジプト王は死んだ。その間イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み御心に留められたと、このようにあの書かれていますが、神様はイスラエル人が嘆き汗して働き、レンガをこねこう働いていた時にですね、無視してそのイスラエルの状態をじっと見ておられたんだろうかな、神様はどうだったんだろうかなと、このように思いましたが、神様はそのイスラエルの苦しみ、うめき、叫びを無視しておられたのではなく、自分もその場にあってですね、神様は苦しんでおられたんですね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブに与えたこう約束を思い出してカナンの地に導くと言われたことを、神様は契約を思い起こされます。私たちがうめき、嘆き、そして涙するときにですね、神様はね共に涙していてくださるんですね。実は僕もこの25日に広大へ行って肺がんの検査を受けて帰って、肺がんが2つあるもんですからね。しかし地上の人生はですね、皆さん長い短いが問題じゃないんですね。長い短いが問題じゃない、どれだけ神様の声に耳を傾けたかということがね問題になってくるんですね。私たちは涙を流す、神様その涙を喜んでですね受け入れてくださいます。そしてあの神様はモーセに語りかけられるわけなんですが、モーセがあの州都のミディアンの祭司エトロ、別名レウエルとも書かれていますが、羊の群れを飼っていた時ですね、その群れは荒野の奥へ追っていき、神の山ホレブ、聖書の地図の方にはシナイ山と書かれていますが、ホレブに来たというんですね。ここにあるのがシナイ山、ミディアンの地で羊を飼っててある時市内に来たという、そういうあの状況なんですが、その時に芝が燃えてて、モーセが珍しいな、俺なんじゃろうかなと思って近づくと、神様から声があって、あなた足の履物を脱ぎなさいという。その当時は奴隷は履物を履いていませんでしたから、履物を脱ぎなさいと言われて、神のしもべだということで、神様に言われたようにまた神様の声を聞くわけなんですが、私はあなたの父の神であるアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は奴隷状態にあるイスラエルの民をエジプトから救う計画をモーセに告げられたんですね。私はある、私はあるというものだ。この言葉を聞いて皆さんピンときますか？
なかなかピンとこんのでわからん、わからんよ神様は言いたいんですが、私はあるあるというものだと。モーセはね、運言わかったわけなんですね。すると神様はさらに、私は主であると言われたんですね。自己紹介されて、あの神の名をモーセに告げられるわけなんですが、私は主であると言われた。あ、主、会社の会長なんだ、会社の社長なんだと。こう日本の 総理大臣、まあこれはまあ別にしておきましょうね、あのやはり私は主であるというのはね、権威ある言葉ですね。そして私は主であるという言葉が新共同訳聖書では28回用いられているんですね。28回あの書かれています。そしてモーセの言葉に従ってエジプトを脱出するとこう言われたんですが、この神様の約束の言葉に対するモーセの態度ですね。神様は今行きなさい、今行きなさい、私あなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだと、このようにあの言われますが、神様には時があるんですね。今行きなさい、私たちまあ今日は帰って、昨日録画した釣りのテレビが2時間あるけんあれを見てとかいうことを考え、神様には時がある、今行きなさいって言われるんですね。もう私は帰って楽しみがあるんですね。昨日 BS の3チャンで9時から11時までアマゾンの怪魚のあの録画しとるもんですからね、ワクワクあのしてるんですが、それは自分の時なんですね。じゃあ神様今行きなさい、今、やっぱり神様には時があると思うんですね。御業を行われる時があります。しかしモーセは、私は何者でしょうと言ってですね、自分の無力さを神様にこう訴えるわけなんですが、神様、私は必ずあなたと共にいる、私があなたを使わす、私が神があなたを使わすとこう言われたんですね。私は主である、主である私があなたを使わすとこう言われました。そしてこうすんなり従えばいいのになと思いながら、皆さん、神から声をかけられた時に聖書では神の声を聞いたとあるんですが、皆さん聞かれたことはあるですか？神の声を直接聞いたいう。時々ね、あの老者の方あっちおってですからいいですが、牧師を困らせるんですね。神の声を聞くいて、どういう声を神様出したんか言うんですね。大きさがどうやなかったんか、ちっちゃかったんか、手話だったんかってこう言うんですね。で、どういう態度で服装で現れたんか、やっぱり一応聖書を説明する立場としては、また窮地に追い込み上がるなという思いながら説明する、なんとか説明せんにゃいけんですからね。その時にですね、多分見える形で現れることもある、旅人の姿で現れることもあるでしょう、天使の姿で現れることもあるでしょう。しかし大多数はその人の霊の目を、霊の耳を開いてくださって、その人にだけ分かるように語りかけてくださったんじゃないんじゃろうかと言って、こういう説明をするんですね。それが正しいかどうかは分かりませんが、やはり一人一人にですね、神様がね、聖書を通して、また御言葉を通してね、あの語りかけてくださいます。しかし大切なのはですね、神様モーセに、彼らはあなたの言葉に従うであろうとこう言われたんですが、モーセは逆らって、それでも彼らは主がお前などに現れるはずがないと言って、信用せず私の言うことを聞かないでしょう、こう言って神様に言ってるんですね。人間関係でやっぱり大切なのは、お互いに自分が出かけていった時に自分の言葉を相手が受け入れてくれるか、また相手の言葉を自分がそれを受け入れる、お互いの信頼関係、信用関係というものが大切になってくると思いますが、モーセは40年も離れていってエジプトに帰っていった時に、すんなり受け入れてくれるはずなのに、
お前は赤だらけでそんな服装してどっから来たんかと言われるのがオチではなかったかとモーセは心配するあのわけなんですが、どれだけ人々が自分の言葉を神の言葉を言っても聖書の言葉と言っても知らん人はですね、それが聖書の言葉か何の言葉かいうのは分かりません。やっぱりそれには平素の人間関係ですね、人間関係がいかに大事なかということになってくるんではないかと思うんですが、40年あるので羊飼いを飼ってたという、そして今80歳になっていると、そしてこう聖書を読むとエジプトから逃げて立ち去る時にですね、モーセはですね、神が将来必ず自分を再びエジプトに使わせてくださることを期待しながらこう立ち去ったとあるんですね。ヘブライの言葉にですね、あのここにも出しておりますが、信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。立ち去ったのは王の怒りを恐れて、自分の命が恐れ、あの惜しくて立ち去ったんではない。神様は必ずまた 2,3 年先に自分をエジプトに使わせてくださるということを期待してですね、あの立ち去ったわけなんですが、しかしモーセの思い通りにはいきませんでした。40年、この40年というのは大切な期間で、聖書では神の訓練の時、まあ、40という数字にはいろいろな意味があるわけなんですが、40年アロンで飼ってた、この40年というのはモーセの訓練の期間であった、準備と訓練の期間であったと思いますが、それとともに200万人近いイスラエル人を荒野でこう生活させるためには、荒野でこれはこの虫は毒虫、これは食べてもいい、これは毒草、これはそういう木の実にしても、いろいろなことをね、生活していくために身につける必要があったと思うんですね。神様はこの40年の間にそれをモーセに準備して提供されたんですね。やけ40年といっても神様にはやはりね、時があるんですね。訓練の時、備えの時がありました。そして40年、最初の娘と結婚して、今は子供もできた、自分一人身ではない、簡単に、はい分かりました、じゃあ行ってきますというわけでエジプトに帰るわけにはいかなかったと思うんですが、そして気力も体力もね、こう衰えている、前の熱心さが冷めてしまったのも無理ないと思うんですがね、もう一つの面白いのがあったですよ。新しく変えたる車に手を当てる、あと10年は乗りたきものだ。新しい車買ってですね、そして手を置いて祝福は、そこは分かりませんが、さすって掃除をしながらですね、あと10年は乗りたきものだ。年がなんぼだと思いますか、この人。83歳の人が買い取ってんですね。ここの教会にも83か84、あんまりよく言ったら角が立つですからね、あの83歳の人が買い取られると、あと10年いたら93でしょ。私が今ね74ですね。あと10年いたら、二の足を踏むようですが、モーセがですね、40年経って80になって体力も気力も落ちてるという、熱心さが冷めてしまったという、そういうモーセの、 あの気持ちも、尻込みするモーセの気持ちも分かると思うんですが、神様はさらにモーセをね、力づけるために3つの印をね、与えられると言われるんですね。聖書の中には印とか奇跡とか不思議な技というのが、こう同様に連続して出てくることもありますし、2つが続いて出てくることもありますが、これはしばしばあの一緒に用いられて同様の意味なんですが、私たちの人間の理解経験とかいうものに超えた神様の働きなんですが、神の力とその支配を示す救いに関係する神様の御業なんです。救いに関係する、普通の奇跡でね、スプーンが曲がれたらスプーンが曲がったというのとは違うんですね。神様の救いに関する御業に伴うものが
印とか奇跡とか言われてるんですね。そして神様から励まされおだてられというんでしょうかね、3つのこの印を見ていきたいと思うんですが、最初にモーセが杖を持ってその杖を神様がそこに投げ言われたら杖が蛇になったという、この杖の2つはあるんですね。一つは短いような杖で、ちょっと先に何かがロープか川かなんかで出力を追い立てたり導くための杖と、一つはね武器に使う長い太い杖があるんですね。要は実家やなんかであるのは長い杖ですね。これはライオンとかいうそういう猛獣野獣を撃退するためと、盗賊やなんかをやっつける戦うためのこの杖なんですが、多分ここでモーセが投げたのはこの長い方の頑丈な方の杖ではなかったかと思うんですが、それを投げろと言われて投げると蛇に変わったというんですね。エジプト人はですね、王は神の息子だとして信じ、蛇も神としてね礼拝してたんですね、エジプトでは。じゃあね、皆さんエジプトばっかりを悪く言えんのんですね。これ天然記念物ですね。今保護されて、この間ニュースでもやっていましたが、小学生がなんかこの檻みたいなのを一生懸命こうちっちゃいところに蛇を入れてですね、蛇が入ったらその檻をきれいにね、やっぱり消毒言うんでしょうか、病気にならない言うんでしょう、世話をしてるんですね。日本もこの白蛇を神としてねこう崇めてるんですね。そしてエジプトでは王は神の息子、蛇も礼拝の対象を言うんで、王の権威をね象徴するためにこんなのがあります。ここにですねコブラみたいな蛇をくっつけてるんですね。これは王の権威を象徴している、王さんを崇め礼拝し蛇も礼拝するという、そういう意味なんですが、これは実際にね残ってるんですね。そしてまた尻尾つかむとまた普通の杖に戻ったというんですが、これはやっぱりイスラエルの神がエジプトの王より強力であることをこう示すものだと思いますが、第二の印はモーセが手を懐に入れるとその手に重い皮膚病、ある聖書では雷病と書かれてありますが、重い皮膚病が発生したというんですね。皆さん男の人とかこれいいですね、手を入れるのは。昔はドンゴロスみたいに上から下まで一枚にこう編んだりにか作ったりにか、どっから手を入れたんでしょうかね。こうやって入れたもんか、下をまくって下から手を入れたんか、そこは分からんですが、手を入れるとこう大病になって、そしてまた元に戻すと神様面白いことをされるなぁと思うんですが、手が元のように治ってた。これは奴隷状態であるイスラエルの民を表しててですね、神様は奴隷状態から解放して自由な民としてですね、今度は神の御旗を、キリストの御旗を見上げて行進する民へ変えられるという、そのような意味があります。そしてこの2つだけでも十分と思うんですが、神様はさらにね3つ目の印をモーセに示されます。ナイル川の水を汲んできてですね、そこに撒け、夏に暑い時に水をまく打ち水じゃないですが、まいたらそれが血に変わるというもんなんですが、ナイル川は神聖な川として作物をこう育ててくれたり、自分らの飲み水にしたり、神聖な川としてですね扱われていたんですが、神はこの川を打たれるというんですね。神の裁きで一括してそれを打たれるという、そういう神のこう力強さを表しているわけなんですが、神が全ての敵を砕いて打ち砕いて、そしてイスラエルを解放して連れ出すという、これだけ聞いたらもう十分と思うんですがね、モーセは神様からいろいろ3つの約束言葉も与えられて、すんなり立ち上がらなかったんですね。まだダダをこねてるんですね。家内とよスーパー等に買い物に行くんですが、
子供がお菓子とかちっちゃいおもちゃを持って、これこれこれ言ったら、お母さんがすぐ止める、ダメあんた、この間もやったじゃないって、今度子供がうえーって言ったら、それ以上にお母さんの声が大きな声で、ダメ言ったら言ってですね、おはようあっちから行こう、あっち出よう、この声は持たんわ言うてから、こっちの方が身を引くようなあの感じなんですが、こうモーセはね、ダダをこねて、そして、ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません、あなたがしもべにお語りくださった、 お言葉をかけてくださった今でもやはりそうで、私は全く口が重く舌の重いものなんだ。口が重く舌が重いということは、うまく力強く話せないということなんですね。うまく力強く話せない。時々今でもですね、私は恥のかきっぱなしですね。今でも何か頼まれたら、ショートメッセージ、また集会のお祈り賛美とかですね、そしていろいろなことを、証とかを頼まれる、皆さんも同じと思うんですが、特に私は賛美になったらね、拒絶反応が出るんです。自然に拒絶反応、自分で作るんじゃないんですよ、自然に。声の声帯がおかしいと思う、高い声が出るのと、テレビでも民放の声いうのはもう全然ダメなんですね。そしてここの賛美の集会にも出たいと思うんですがね、高い声とかうわっと言ったらね、もうね、拒否反応を起こす、前に進めんようになるんですよ。皆さん経験があるですか？前に進めんようになる、拒否反応実際にあるんですよね。そういうのがあるために、あのモーセの気持ちもね、少しはね、あの分かるような気がするんですが、皆さんも経験があると思うんです。ああ頼まれた、いやどうしようか、今度は断る理由を考えるようになるですね。私たちはあの面白いことに、神様はですね、あれ思うんですが、不思議なことに、弱く経験不足のような人に大きな使命を与えられるんですね。経験不足のような人に、あの四式のギデオンいうのが出てきますが、ちっちゃな部族で、自分も家族の中で一番年が若い、隠れてからあの農作業したりするわけなんですが、神様有志よと言って声をかけられて用いられるんですがね、本当に神様が用いられるのは、力強く上手に話すとかですね、そして賛美の上手な人はいいですね、羨ましいですね。しかし大丈夫、神様は目も口も耳も、神様はね支配して、私たちとね共にね歩んでくださるんですね。経験不足でも何もこう問題はありません。神様はですね、さあ行くがよい、この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えようと、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきこと、あなただけ一人ほっぽり投げん、大丈夫だと言ってこう励まされるんです。モーセは何回今まで神様を拒んだと思いますか？何回神様が言われても、なかなかねすんなりね立ち上がれんわけなんですね。決心がつかず、ダダをこねているモーセ。神様よし、今行け言われたらそれで終わりだろう思うんですが、やっぱり反対側から見れば、モーセのダダがこねてる状態の反対側、裏側は神様の忍耐強さですね。神様の愛の大きさがここにね隠されてるんではないかと思うんですね。一方的に命令して従わせるのではなく、相手を理解して、相手が納得するまで神様はねじっと忍耐して待っておられます。私たちも相手を理解するいう意味ではですね、本当に自分の一方的な思いで相手を動かすのではなくですね、心を開いて忍耐してこう接していきたいと思いますが、モーセはなかなかうんと言いませんが、現代の私たちにもイエス様は、ね、約束を与えてくださってるんですね。力強く上手に証しできない、お祈りできない、賛美できなくても大丈夫だと言ってイエス様は言われるんですね。街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない、言うべきことは聖霊がその時に教えてくださると言って、こうイエス様は、ね、約束してくださってるんですね。私たちがね
立ち上がり出ていくのをねためらうこう必要はないわけなんですが、がですよね、あのこれは私瀬野に住んで30年になるんですが、瀬野に行った時に杉の木が植えてこんなかった膝ぐらいですが2000本植えてありました。山の持ち主が将来、その当時はまだ杉の木のあの価格価値があったもんですから、いろいろな柱とかに使われたですね、2000本植えられた、将来息子とあの孫のための財産として植えられた。それがこの写真で見るようにガッバッとこうなって、こうなっとるだけなりが枯れたりして、今度はね屋根に落ちかかってきたり、窓ガラスの方とか洗濯物干す波板にかかってきたりしてですね、みんながねなんとかなんとかならんだろうかということで、3月頃から持ち主が瀬野でないんですね、東京に住んでおられる、交渉を始めるわけなんですが、大田さんは暇でいつも家におってんじゃけん、家で何をしょってんかわからんが、大田さんに頼もう、あれは何とかやってくれてじゃろうと、暇なんじゃけん、暇なんじゃけん言うんで選ばれたんですよ。あのそしてですね、家内と相談しながらいろいろ人の知恵を聞くの、寝ても覚めても夢ばっかり、昼でも杉を伐採するような夢を見るんですね。経験、昼ですよ、昼でもね杉を切ってもらうような夢を見るんですが、そしてこうもうニッチもサッチもいかん、これはもうダメじゃない、お手上げじゃと思った時に考えを変えてみようと思った。今までは神様お願いします、お願い、あなたの耳はついてるんですか、こっちに耳を向けてください、お願いします、お願いしますばっかりなんですね。そこを変えて、あのルカの2章の14節に、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれという神様を賛美するクリスマスの物語があるですね。これを示されて、まだクリスマスじゃないんですよ、10月半ばです。まあ神様はクリスマスが早い遅いは関係ない、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれということで、周囲の人たちも神様の御心にかなうようにと言ってあのお祈りしたんですね。ダニエルが朝昼晩3回お祈りした、3回も5回に増やしたり、そして神様にお祈りしてたら、ある人がですね、あの広島市の森林組合に相談してみたらと言われたんです。森林、壁にあの本部があるもんで電話したらですね、課長さんが見に来てくださってですね、そして課長さんといろいろ相談すると、2000本の杉の木を切るいたらものすごくお金が高いですね、伐採して持って逃げるだけでもかかるんですが、家内が、あの課長さん、これ全部切ってもらういたら100万以上かかりますかねって恐る恐るこう尋ねよったですが、いや大丈夫です、もっと安くしてあげますから、安くしてもろうてもかなりの金額ですよね。そしたら折半する方法があると言われたんですね。持ち主が半分、あの伐採費用の半分、そしてあとの半分を関係しとる、まあ、13軒本当は20何軒あるんで、直接関係してる山側の13軒が折半して1軒あたりあの25,200円、そして合わせてあの65,500円、折半 の、 やあの持ち主の人のも加えて65,500円であの切ってもらうことができたんですね。これは2号線のところから見たあの図なんですが、あの屋根の上に茶色になっているところが杉を切り倒したところですね。そしてね、行き詰まった時に諦めないことですね。行き詰まった時に諦めない、神様はもし神様が生きておられるなら何とかしてくださるという、そういう信仰をね、あの私たちはね持ちたいと思うんですね。そしてあの神様の提案ですが、モーセはすんなり立ち上がったかといったら、まだいやなお納得せない、ああ主よどうぞ誰か他の人を見つけてお使わしくださいと言って神様にダダをこねるんですね。
神は何とかしてモーセを励まそうとされてですね、それでもモーセ自分一人ではな、200万人ぐらい連れ出すんですから、それはモーセの気持ちもわかるですが、聖書を見ると面白いんですよ。今度は神の方が堪忍袋の方が切れて、主はついにモーセに向かって怒りを発して言われたという。どんな声で言わ、モーセお前は言われたんか、ようわからんですよ、私は直接聞いてないんですから。神様が怒りを発して言われたというのは聖書の中にはそうたくさん出てこないんですね。神様それまで相当忍耐しておられたんか、モーセが最適なんだということを教えるために言われたんかですね。あなたにはレビ人アロンという兄弟がいるではないか、私は彼が雄弁なことを知っている、彼によく話し語るべき言葉を彼の口に託すがよい、私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあってあなたたちのなすべきことを教えよう、彼はあなたに代わって民に語る、彼はあなたの口となり、あなたは彼の あなたは彼に対して神の代わりとなる、口が重く上手に話しません、私はダメです、どうぞ他の人をお願いしますという、尻込みするダダをこねるモーセに対してですね、同じように敬虔な両親のもとに育てられたお兄さんの3つ違いですね、アロンを神様は選ばれて、そしてモーセの協力者として使わされます。何よりもやっぱりアロンはよく話す雄弁な人だったんでしょうね。そしてそれぞれの役割なんですが、モーセが神の言葉を聞くという、モーセは神の代わりとなり、その神の言葉を今度は隣のアロンに語る、兄アロンはモーセの言葉を今度は民に語るわけなんですね。アロンはモーセの口の代わりとなり、モーセに仕えると、ここで終わりかと思ったら、まだ神様プラスしてくださったんですね。あなたはこの杖を手に取って印を行うがよいと言って4章の17節にモーセに命じておられるんですね。この杖を持って行って印を、神の技を行いなさいと、神の権威の代行なんですね。神の権威の代行、神様から権威を授かってモーセは出て行って杖を用いるわけなんですが、私たちもそんな杖があったらなと皆さんが思われんか分からんですが、私は思うんですね。モーセのような権威を代行した権威を授かったような杖があった。しかし聖書の中には霊の剣である生ける神の言葉を持って出ていきなさいとヘブライに書かれていますね。私たちには霊の剣である神の生ける言葉がこう与えられているんですね。そして証明を拒み続けたモーセもついに神様の計画を受け入れてですね、立ち上がって出ていくわけなんですが、それぞれが私たちにもですね、役割が与えられている。モーセとアロンに役割が与えられたように、私たちにもね、こう役割が与えられていると思うんですが、奉仕をしたり、お祈りしたり、総額したりですね。そして苦手なことがもう一個、僕は修法みたいなところいっぱいこうやったりこう折ったりするのがすごい苦手なんですね。なかなか上手にいかないんで、そういうのもスムーズにできる人がこうおられて、いつも修法を整理してくださったりですね、それぞれの役割があります。総額してくださったり、賛美してくださったりですね、この教会は素晴らしいと思うんですが、しかし与えられた役割に対して不安になって尻込みをすることがあると思うんですが、神様は神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと、これロマ書の有名な言葉ですが、すんなりモーセはね、立ち上がらなかったんですね。立ち上がらなくてもいいんですよ。私たちは自分の弱さをね、神様に訴えていいんですね。神様に訴えることによって私たちはね、平安を得るんです。安らぎを得る、生きる力を、許しを体験できるわけなんですね。そして私たちが弱いなりに分かりました言って一歩踏み出すときに、弱さの中にイエス様は共にね、歩いて働いてくださるんですね。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたと聖書には書かれていますが、私のノートにはですね、
グリーンチャペルの誰々は神を信じた、それが神の義と認められたと私のノート、イエス様のノートには書いてあるんですね。感謝しましょう。神様、ありがとうございます。短いこのひととき、あなたがこのところにお立ちくださって、足を震わせ、胸をドキドキさせ、語る言葉がスムーズに口から出るだろうかという、そのような不安の中に語らせていただきました。あなたがどうぞこれからも生きて働いてください。そしてあなたが、私があなたを使わすと、一人一人を祝福し、強め、立ち上がらせてくださいますように。広志牧師のメッセージ、また午後に持たれる、計画しておられる、どうぞ集会の上にもあなたが同じように命の祝福の雨を降り注いでください。今日もこのような整えられた場所で礼拝を捧げることができてありがとうございます。地上の生活が、営みがどれぐらいかはそれぞれ分かりません。しかし私たちには希望が与えられており、イエス様が共に歩んでくださいます。万事を益としてくださると、あなたの描かれる大きな祝福の夢を、祝福の神様、どうぞ絵を見ることができますように。感謝して皆によってお祈りいたします。アーメン。